どうも、沖田祐希です。お願いします。さあ、今日語る映画は、セーヌ川の水面の下に。みんな大好きサメ映画のお時間です。さあ、こちら今映画好き界隈を賑わしとるサメ映画ちゅうことでね、最近ネットフリックスで配信が開始されたばっかりのネットフリオリジナル映画なんじゃけど、まあなんかサメ映画って今一口に言ったらさ、なんか B 級映画のサブジャンルみたいな感じで、ちょっとこう舐められがちじゃん。おバカな映画なんでしょうとか。ただ今作はちゃんとこう A 級を目指して作ってるっていうか、それこそ上手フォロワーじゃないけど、名作サメ映画の系譜で作られている作品なのね。俺なんか花から B 級にするつもりのサメ映画ってあんま好きじゃないのよ。狙いのサメ映画とかもあるじゃん。俺それよりもなんかちゃんとこう A 級を目指しているサメ映画が好きなのね。そういう意味でもすごい意欲的な作品だったし、この映画ねタイトルからもわかる通りフランスが作ったサメ映画なんじゃけど、1、2年ぐらい前にシャークドフランスっていうフランスが初めてサメ映画を作ったっていう映画が公開されて、これはまあちょっと話題になったんじゃけど、そっからこんな短いスパンでこんなザ・サメ映画作っちゃうフランス、どうしたん？空前のシャークブーム？もうこの領域に行っちゃってんだってびっくりしたんですけど、まあ、今回はね、そんなセーヌ川の水面の下にをネタバレありで喋っていこうと思うので、まだ見てない人はネットフリックスでぜひ見てみてください。よっ、まあ、まずタイトルがサメ映画とは思えんほどに叙情的じゃない？セーヌ川の水面の下によ。海外文学みたいなタイトルでね。ぶっちゃけサメ映画としてはあんまり面白くならそうなタイトルなんだけど、このタイトルっていうのもラストまで見ると本当の意味がわかるようにもなっとって、まあ、物語の主人公ソフィアっていう海洋研究家かなんかの女の人なんですけど、この人はね、その海洋保全、まあ、環境問題とかによって海がこう汚染されとったりとか、そういう環境問題に取り組んでいる人なんですよね。それの一環で、リスっていうサメをね、こう長い間こう観察しとって、人間たちがね海にプラスチックゴミなんかを捨ててさ、水面なんかがものすごい汚くなっている中、このリリスの成長過程を記録することでこう海洋保全に取り組んでいると。その日もね、そのリリスの様子っていうのを観察するために海に出とったら、このリリスがとんでもないサイズに肥大化しとって、最後に会った時2メートルちょいとかだったのに、久しぶりに見たらもう7メートルぐらいまで巨大化しとったんよ。嘘やろと。サメがこんな短期間で倍々に成長するなんて考えられんけどな、どういうことなんやろうと思って、ソフィアの旦那さんを筆頭にね、男たちがチームでね海に潜ってリリスを間近に見てるわけよ。で、ちょ、あまりにもデカすぎるから、こう男たちはちょっとこう一回避難しようと、一回ちょっと撤退するって言うんじゃけど、ソフィアがいや待ってと、一回そのサンプルを取ってって言うわけ。絶対ダメやん。いやもう、あと。ただまあ、生態を記録するために接触してるけさ、サンプル取らんと意味がないっちゅうことで、まあこのね、リリスのサンプルを取るんだけど、まあ、バッカでかいサメのボディにね、わけわからん棒状の器具みたいなのも、このリリスのボディにザッくーやんのよ。ダメ。もっと上手いことサンプル取る方法あるやろ。リリスが7メートルなくても危ないやろ、お前。で、このリリスがね、青ザメっていう品種のサメなんだけど、これも実際にいるサメで、調べてみたら、この青ザメってまあまあ危険な品種で、ほんまにこう人間襲ったりもするらしいのよ。青ザメを研究している科学者たちがサンプルを取るために導いた答えが、棒状の器具でサメの体ぶっ刺すって絶対ダメやん。でもなんとかサンプルは取ったけさ、じゃあ急いで戻ろうとか思っとったら、案の定よ、リリスが帰ってきちゃうわけね、こっちの方に。4つに分割された画面で、それぞれのダイバー視点でね、サメに襲われていく様みたいなのが送られてくるんだけど、これがまあとんでもない臨場感で、とにかくバカでかいサメがね、次々に人間食っていくわけよ。ただ俺ここの演出うまいなって思ったのが、それこそまあジョーズなんかではね、ずっとこのサメの背びれだけを映しとって、なかなかこう全身を映さないじらし演出なんかが、より恐怖を圧旋しとってうまい演出なんて言われとるけど、今作は、ちゃんとこう CG を使えるから、冒頭から全身が見えるんだけど、ただ彼らが襲われている海ってのが、その水面にプラスチックゴミが浮かんでいるめちゃくちゃ汚い海だから、とにかくね、視界が悪いのよ。だから全身が見える瞬間ってのはもう時すでに遅しで、この距離数十センチとかでようやっとサメの姿が見える感じになってるから、気づいた時にはもう襲われてんのよ。送られてくる映像からの阿鼻叫喚と、海がだんだんと赤黒く滲んでいくっていう様で、ああ、死んでいったんだなってのがわかるわけ。ほんでも急いでソフィアも助けに行こうと思ってね、もう素潜りでそのまま海の中にザッパーンダイブして、旦那さんの元に行くわけよ。で、こう、なんとかこう、戦おうとするんだけど、まんまとこう、リリスにね、こう、海底まで引きずられるわけよ。ぐわーっつって。ここのシーンもなんかちょっと笑っちゃうぐらい危機迫るんだけど、なんとかこう、命からからリリスから逃げ出して、海面まで急いでこう、出ようとするわけよ。ほいでこう、汚い水面を突き破って、ソフィアが、うわーってこう出てくる瞬間でタイトルバックバーン入んのね。もうゴジラやん。お前がサメなんかっていうぐらいのカットで、うわー
あれその水圧でさ、なんか鼓膜とかも破れて鼻血とかもうわー出とる中で血が入り混じった海水を突き破って主人公のソフィアがズバー出てくるのよ。でこのアバンタイトルがもう最高でね。言ってもネットフリックスだからやっぱね配信用に作られてんだなってのがわかるわけ。ソフィアが海底にこう引きずられるところのシーンとかももうめっちゃ CG だし、サメの動きとかもすごいこう CG 臭いんだけど、でもそれは家で見ることを前提に作ってるから、多分これ映画館で見たらちょっと安っぽいなとか、あまりにも CG すぎて笑っちゃうなってなると思うんだけど、ただ家で配信で見る分にはちょうどいいクオリティなのよ。それでまあそのね、ソフィアはこう胸に大きな傷を抱えてそっから3年経つわけ。でも愛も変われるソフィアは海洋研究家としての日々ってのを送ってるんだけど、ある日若い学生かなんかの女の子がソフィアの研究を勝手に受け継いでリリスの生態っていうのを勝手に記録しとったわけよ。意識だけは高い学生のサークルみたいなノリで、もう苦手なのよ俺こいつらのこと。それでそのま彼女たちの話を聞くと、リリスが今セーヌ川に迷い込んでるってことを知るのね。まあ、基本的にサメってのはね海で生活している生き物ですから、川とかの淡水だと生きられないんだけど、なぜかこのリリスはセーヌ川でなんとか適応しようともがいていると。でもこのままだったらリリス死んでしまうから、なんとか海に返してあげたいんです、だから手伝ってくださいって言われてんのね。まあこのリリスがねセーヌ川でとんでもない進化を遂げとったわけよ。パリを流れるセーヌ川に突然現れた巨大ザメ、彼らはリリスを守るのかはたまた殺すのか、その対決やいかにっちゅう作品になってるんですけど、まあ、いわゆるサメ映画の設定としては割とシンプルな作りにはなっとって、まあサメ映画といえばねここ最近まあめちゃくちゃ増えてるから、まあ、ちょっとこうサメ大喜利みたいになっとって、どういうシチュエーションでサメを出すのか、どういう生態のサメを出すのかとか、もう行き過ぎて最近ノーシャークっていうサメが出てこないサメ映画なんかもあったりするんだけど、いろんなアプローチでね描かれてきとったんだけど、今作はシンプルにその海のサメがもしも川に出てきたらっていう、そんなにこう変わりないような設定になってんの。だからまあ単純に川ならではのギミックがあったりするわけじゃないんだけど、でもねなんかそのジュラシックワールド3で俺が見たかったものというか、街中を舞台にバカでかい動物が動き回るって最高に楽しいじゃん。言うても川やから陸地におる人間は正直安全圏であんま怖くないじゃんと思うかもしんないんだけど、これをこううまいことね絶望に変えないといけないっていうところでの転換がすげえ面白いのよ。でまずそのパリってねなんかやたらとこう地下街みたいなのがすごい通っとって、だから今作もその地下にトンネルみたいなのがあって、そのトンネルにリリスが巣を作っていると。ここにまあバカデカリリスがね子供連れて現れるっていう絶望の瞬間、もうこっからよ、こっからめちゃくちゃおもろいからね。だから結構それまで振りが長いのよ。結構ね前半は人間の裏さが鼻について見てられないのよ。人間がキモすぎてな、この映画。意識高い環境保全の若造もそうやし、軍隊上がりのムキムキの警察のお兄さんとかも理不尽にバチ切れしたかと思ったら、ごめん君の事情も知らずに謝りたくてとか言ってくんのよ。もう DV かお前。でまあその市長に相談しようにもさ、もちろん市長もクズなわけよ。まあサメ映画に出てくる市長ってのは基本ろくなやついないからさ、本作の市長も例に漏れず、トライアスロンのコースの中にセーヌ川っていうのも使われてるから隠蔽してるわけ。この人間のキモさ汚さ裏さみたいなのが前半で不利に振られて、中盤地下トンネルでね次々に人間が食われまくるっていうあのお祭りシーンでぶち上がるわけよ。地下トンネルはめちゃくちゃ狭いから、バカでかいサメが現れた瞬間みんなパニックになっちゃって、全員がアビ教官の中川の中に突き落とされたりするわけよ。だからその普通に人為的事故がめっちゃ起きていくわけ。次々に人々がバッシャンバッシャン川の中に突き落とされていく中、それを口開けてアングリ待っているリリスがね次々に食いまくっていくわけよ。だからもうビュッフェ、食い方もなんか丸飲みでバクーンとかじゃなくてつまみ食いしていくのよ。足だけとか手だけとか体の一部分だけとかをちょっとずつ食べていくのね。だからなんかみんなギリギリ生きてるんだけど逃げ切れないっていう地獄絵図が広がっていくわけ。ここ最悪で最高のシーンなんだけど、いやもうサメ映画といえば真上からのカットにサメがバーグーンって上からジャンプしてくあのシーンだと思うんだけど、今作はねあのサービスショットがめちゃくちゃ何回もあるから、そういう意味でもこうサメ映画としてサービス精神に溢れてるなって思うんですけど、で、まあ、残されたソフィアたちからすると話が違うやんけと。リリスはね川に迷い込んでしまって今にも死にそうなぐらいもがき苦しんでいるんかと思っとったら、なんかそのセーヌ川にめっ
っちゃ適用しちゃって、子供まで作ってると。で、そのリリスが連れてきとった子供ザメの死体みたいなのを引き上げてね、解剖かなんかしてみると、お腹の中から赤ちゃんがブワー出てくるんだよな。あそこめっちゃ気持ち悪いんだけど。てかもうなんかエイリアンみたいな、エイリアン2みたいな感じで、オスがいなくても繁殖できるっていう独自の進化を遂げとって、セーヌ川という環境で適応するために独自の進化っていうのを遂げてるんだよね。だからもうこれはアオザメなんかではないと。知らんバケモン生まれてますと。この辺ちょっとこうフェミニズム映画っぽくもあんのよ。出てくるサメ全員メスで、でこのリリスっていう名前もね、そのユダヤ教かなんかの女性の神様かなんかの名前なんだけど、だからもうセーヌ川のサメの生態系は女だけで成立するっていう、もう恐ろしい社会なのね。だからまあその食われていく人間はオスもメスも関係ないから、老若男女差別なしで食われていくのね。でなんか最初にね、なんかメスしかいないとか、まあリリスっていう名前とか、そのメスだけで繁殖できるとか、そういうサメだけの生態を取るとかなりフェミニズムっぽいんだけど、でもサメだしメッセージ性があるんかないんかよくわかんない感じとか、あとはその環境保全というのもね、その冒頭からしっかり描いているように、セーヌ川もね汚いのよね。しかもその川底にね、不発弾がめちゃくちゃいっぱいあって、そこも込みでハラハラするわけよ。ちゃんとこう人間の愚かさみたいなのもしっかり描いてるから、その自業自得感がすごい半端ないの。パニック映画なんだけど、その襲われる怖さはあんまりなくて、もっとやれって思っちゃう景気の良さなんかもあったりすんのね。だからのトライアスロンが開催されて、みんなこう泳いでいる中で次々に人が減っていくみたいなところとかも最高じゃん。あ、いっぱい死にそう。サメ映画なんかお前人がいればいるほどいいんだから。歴代のサメ映画の中でもうかなりの人が犠牲になる映画だと思う。人間がもう巻き絵に近い。ここまで景気よく人殺されていくのあんま見てなかったなっていう意味では満足度高いし、ほいで人間がちゃんとバカじゃん。リリス守るために信号を切ってとか言うバカとかさ、切っていいわけないやん。ああいうやつがヒグマ殺したらクレームの電話入れたりするんやろうな。動物愛護を履き違えたおバカさんとか、爆弾を仕掛けるってなった時にそのサメがいるって分かってんのにほぼ丸腰で行くダイバーだしね。そんな案の定おびたらしい数のサメがな、もうイワシみたいな量のサメがブワーいて、メスだけで繁殖するんやから、それはもうポコポコ産むやろお前。さっき自分たちで解明したのに、なんでもいっぱいサメがいる。はい、でこのトライアスロンの大会中、案の定ねリリスが大暴走するんだけれども、まあここも最高だし、はい、でその言ったらさ、トライアスロンに参加している人以外のもうお客さんとか市長とかはさ、陸にいるから関係ないじゃんって思うじゃん。俺もそう思っとったんよ。まさかの展開ね。パリがベネチアと貸しとったもんね。だから最後まで見るとセーヌ川の水面の下にっていうのが、あ、そういう意味ねってなるんだよね。でもエンドロールよ。お前、赤いラインだけで、サメの奇跡だけで描かれる世界滅亡へのカウントダウン。だからすごいこう、シニカルな映画ですよね。社会情勢も皮肉ってるし、しかも今年はね、パリでオリンピックやるでしょ？パリオリンピック開催する直前にこの映画を公開してるっていう時点で、かなりこう、ブラックユーモアが効いてるなって思うんですけど、素晴らしい作品でしたね。で、今作の監督のザビエ・ジャン監督って、今のファランっていうアクション映画を劇場で公開しとって、そっちもね、割とアクション映画好きの中で話題になってたりするんだけど、劇場公開用の映画も作れるし、今の時代に合わせてこう配信で見る用の映画も作れるしっていうところで、やっぱこう今の時代の映画監督っぽいなーっていうのでね、かなりこう今後の作品も期待できるなって思うんですけど、割とこう万人におすすめしやすいサメ映画だと思うので、よかったらぜひこの作品ネットフリックスで見てみてください。以上、沖田由紀でした。バイバイ。概要欄に SNS とかを貼ってるんで、よかったら X をはじめ僕の沖田遊戯のなんかフォローとかしてください。下手かお前。びっくりした。その SNS に誘導すんのってこんなに難しいの？あとトークライブをね、僕毎月何かしらやってるんですけれども、ジャケジャケっていうね、僕の単独トークライブとか、あと7月末はね、僕のソロのトークライブなんかもあるし、あとおたけびっていうカルチャートークライブ、7月6日に古畑任三郎のトークライブしますけど、とかもやってるんで、僕基本トークライブ芸人として、うん、何トークライブ芸人で、まあそのトークライブをめちゃくちゃやってるので、よかったらね、気になる人はぜひとも阿佐ヶ谷ロフト A とかにお越しください。いやー、ネットフリックスね、ちょっと昔ね、ネットフリックスのおすすめ映画10選とかやっとったんだけど、最近ちょっと10本も見る時間なくて、てかまああれ10選するためにさ、もちろん10本だけじゃなくてもう 3,40 本見んのよ。そん中から10本を選んどったりするから、ちょっとその時間がなかったりして、10選がやれてないんだけど、ネットフリックスの映画もね、結構面白い作品いっぱい作られとって、ブラックベリーなんかもすごい良かったよ。スマートフォンをね、
一時期アメリカのスマホ市場を掌握した伝説のね、ブラックベリーの創業秘話みたいなのを描いている作品で、とかも良かったりするから、ネットフリックスのオリジナル映画もね、ちょっとたまり次第また、なんか10選とかにして紹介できたらなぁと思うんですけど、あと、ケンガンオシラ対バキとかもね、紹介したいなと思うんで、まあ、ちょっと気長に待っていただければなと思います。